らっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka。今日はですね、私なんとこの山形スクリームのコレクションのまさともさん、リンシューさんがやってらっしゃるまさとものパリコレクションに来ています。リンシューさんがなんとこの山形スクリームという映画の衣装をご担当なさったそうで、そんな感じでファッションショーが始まるそうなので、私ちょっとパリコレにリポートしたいと思います。映画作り、学生の頃から数えるとなんと30年。この私、竹中直人が取り上げたズドッ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 ドホラー、ホラーならではの恐ろしくも豪華なキャスト陣。ぬくみず、背筋も凍る、ドドドドホラーなロケーション、愛がぽっちー、ドドドドホラーな健康志向集団キャラクター、おーい、ドドドなホラー完成しました。山形スクリームザ・ガブラスナンド・バーヤッコ。ナオトさん出てらっしゃいました。監督です、竹中ナオト監督です。フラッシュもいっぱい光ってますよ。私もフラッシュ光らせますよ。もうリコちゃん出てきましたよ。リコちゃんです。日本の鎧を着ています。なんかイケメン、イケメンフランスが出てきました。音楽がね、こう暗い怖い感じでいいですね。ちょっとホラーっぽい感じで、明かりもルミアもちょっと赤いですよ。全然ジャパニーズゾンビ出てこないんですけど、バトマン、あ、でもかっこいいよ。ゾンビ関係ないけどね。リコちゃんが出てきました。リコちゃんです。サムライキさんも出てまいりました。キラキラしてる洋服で素敵です。イキさん、さすがエロ男爵すごいキラキラですよ。名本監督もいらっしゃいました。すごい豪華です。豪華キャスト集結です。なんかあれよね、あのコスプレデフィレと全然違うね。皆さんこんにちは、おしゃかべ村からやってきたコンラブイズオーバーバラオです。ちょっぴり上がってます。それじゃあ僕の作った明るい明るい歌、皆さんよければご一緒に。あっ、人口100人のおしゃかべ村に突然現れた落ち武者たち、800と4年、時を超えた愛が、時を超えた愛が、あ、愛が、はい、怖いよ。貧血だ。山形スクリーム。ということでショーが終わりまして、私バックステージに入ってまいりました。スネーク鈴鹿です。ほらバックステージっぽくこんな待ち針とかあります。危ない。ということで今からですね、あの女優の成海璃子さん、俳優沢村一樹さん、そして竹中直人監督のインタビューがあるということなので、これは逃してはならぬと東京カフェチェック発見です。璃子さんがおかけになる。自己紹介お願いします。はい、山形スクリームの監督をしました竹中直人です。よろしくお願いします。落ち武者のリーダーを演じました沢村一樹です。岡ヶ谷と三河という役を演じました成海璃子と申します。山形スクリーム、一体どんな映画なんですか監督。女子高生が落ち武者の霊と落ち武者ゾンビたちと戦うという、そういう話ですね。簡単に言ってしまえば山形が舞台になって、あとは璃子さんが落ち武者と戦いましたってことですか。そうですね、はい。
川一平だ。そんな入れたよ。お願い。壊れや。今回のこのファッションショーまさともさんのショーなんですけれども、モデルさんとして登場なさいました。ご感想を聞かせてください。まあ、ほとんどというかもう全然経験がなかったですから、もう全然あんまり実感も湧いてなかったんですけど、ここに来たら急に緊張してしまって、まあ、あまり覚えていません。とても素敵だったんですよ。監督は。私は何も覚えてません。監督も素敵でした。記憶にありません。沢村一樹さんなんですけれども、なんと日本ではセクシー部長として有名な、こんな半ズボン履いてらっしゃる。さあ、エロ男爵いかがでしたか。あ、なんで知ってんですか。ちょっとなんで知ってんですかって、もう認めてる僕。ファンです、ファンです。あの、楽しかったです。はい、あのいい緊張感の中で仕事ができて、監督にこう連れてきてもらえてありがとうございました。私今ショーが終わった会場に来ております。ピカピカしてたり、イケメンがいたり、あの評判が可愛かったりとか、皆さん本当に素敵なショーでございましたが、私の待ちに待っていたジャパニーズゾンビが現れませんでしたので、視聴者のみんなに私がゾンビになりまして、お見せしたいと思います。もう行くよ。